エルフィン・エヴァンスはイギリス出身のラリードライバー。世界ラリー選手権に M スポーツフォードを経て2020年からトヨタで参戦する。父は元フォードの WRC ワークスドライバーであり、1996年のイギリスラリー選手権チャンピオンでもあるグウィン・ダフ・エヴァンス。グウィン・ダフは父がドラゲラウに設立したフォード系ディーラーの支援を受けており、 1983年には、それをグーイン・ダフ・エヴァンス・モーターと解消している。エルフィンは2007年にフォード・フィエスタのグループ N 車両でラリーデビュー。ラリーギガバイトにもスポット参戦した。2010年には、イギリスジュニア選手権、フォード・フィエスタ・トロフィーでチャンピオンとなった。2012年に WRC アカデミーに、 ステップアップし、初年度でチャンピオンを獲得。翌年には、M スポーツから WRC にへフィエスタで参戦し、ラリーギガバイトで初優勝を挙げた。この2013年は、第7戦イタリアでナッサー・アルアティアの代役として、M スポーツから急遽、WR カーデビューを果たし、いきなり6位に入賞した。2014年には、WRC のトップカテゴリーにデビュー。 初年度は振るわなかったが、2015年はアルゼンチンとフランスで表彰台に上った。2016年は WRC2 に降格、三勝を含む5度の表彰台に上って、ランキング3位につけた。それと、並行してイギリスラリー選手権にも参戦し、グウィンラフの王座獲得から20年の節目に、親子に大チャンピオンに輝いた。二千十七年は、 ドマックタイヤとのマッチングにより、グラベルで時折爆発的な速さを見せ、アルゼンチンでは最終 SS までトップを改装。しかしトラブルに見舞われて差を詰められ、最後はパワーステージでのわずかな接触が響き、WRC 史上3番目の僅差となる0.7秒差でティエリーヌービルに敗れた。しかし地元、イギリスでは危なげない走りで圧倒し、 自身の WRC 初勝利を収めた。WRC のラリーギガバイトで優勝した英国系ドライバーは2000年のリチャード・バーンズ以来4人目となった。また、この勝利はドマックにとっても初優勝であり、また同時に M スポーツは純プライベーターとして初めてドライバーマニュファクチャラーズタイトルを決め、さらに1年に 同チームのレギュラードライバー3人全員が優勝を決めたという記録尽くしの勝利となった。2018年は、オッドタ田中が M スポーツから離脱したことにより、セカンドドライバーに格上げされた。この年チームのエースセバスチャン・をジェのサポート役に適し、チームオーダーでオージェに順位を譲る場面がたびたび見られた。そのこともあってか、シーズン未勝利、表彰台は、 第6戦ポルトガルでの2位と、第12戦カタルーニャでの3位の2度のみに終わった。ドライバーズランキングは7位。2019年は、セバスチャン・オジェが、M スポーツから離脱したことで、チームのファーストドライバーに昇格。カーナンバー固定制導入により、33を選択した。第3戦メキシコで3位表彰台に立ち、続く第4戦コルシカではライバルたちを圧倒する。 速さを見せ、最終ステージを前に、ヒュンダイのティエリーヌ・ービルに11.5秒差をつけて、いたが、最終ステージで、フロントタイヤをパンクし3位に終わり2勝目を逃した。その後も安定した成績を残し、第8戦終了時点でランキング4位につけていたが、WRC のプロモーションイベントとして開催された、ラリーエストニアに出場した際、 ステージ走行中のジャンプの着地で背中を負傷し、この影響でフィンランド、ドイツ、トルコの欠場を余儀なくされた。母国戦となる第十二戦ギガバイトで復帰し、結果は5位だったが、ステージベストを7本記録し、スピードが衰えてないことを証明した。続くカタルーニャでは6位に入り、最終戦を前にランキング4位の可能性を残していたが、最終戦をオーストラリアが、 森林火災の影響で中止となりエヴァンスは4位、ミケルセンと同点のドライバーアッツランキング5位でシーズンを終えた。2020年はトヨタ画像レーシングに移籍し、再びオジェとチームメイトになる。開幕戦モンテカルロでは、ヒュンダイのヌービルとチームメイトをジェをしのぐスピードを、見せ終盤までトップに立つも最終日は2人に逆転され3位に終わるが、続く第2戦スウェーデンでは、 初日からライバルたちを圧倒し、念願だった2勝目を挙げた。また、スウェーデンでの勝利は、英国人ドライバーとしては、初の快挙となった。第3戦メキシコでは、初日に戦闘スタートだったことも影響し4人に終わる。その後、新型コロナウイルス感染症の影響によるシーズン中断、再編により、全8戦開催へと変更された。 再開後の第4戦エストニアは4位に終わるが、続くトルコでは最終日に前を走っていたライバルたちにパンクやトラブルが相次いだことによりトップに浮上しサバイバル戦を制止3勝目を獲得した。またこの勝利でドライバーズランキング単独首位に立った。翌戦のサルディニアでは4位となり、チームメイトのオジェに14ポイント差をつけ、最終戦初開催のモンサを迎えた。 第2レグ中盤の時点で3位につけほぼチャンピオン確実と思われたが SS11 で痛恨のコースアウトを喫し8ポイント差でおジェにチャンピオンをさらわれてしまったこの年は前年までの M スポーツ在籍時と違いごと戦上位争いに加わる速さを身につけ最終戦モン題以外はすべてトップ5圏内の成績を残し安定感も向上した千二十一年も同チームから かつおじえのチームメイトとして参戦予定である。シーズン進行中。ありがとうございます。